んですよ、はいはい、これが非常にですね擬音と擬態語とかそんなのばっかりなんですけど、はい、非常に見物なので、はい、ここをですねどう聞かすか見物をどう聞かすかそうですよ、はい、これをなっちゃんにですね、はい、あごめんなさい、フグ田、フグ、あ、マミヤさんマミヤでもフグ田ラオウさんにですね、擬音とセリフとだけで表現してもらおうかなと思ってます。そんな技を、はい、ではよろしくお願いします。ビシヌーシシシシミシビシビミブチシュピシュガヤドアオーゴボズドンガハゴハゴアゴショウキゴアシュワーな何前にテンション百列拳ドドドドドこれきつい、きつい、長くてきついんです。しんどい。いやー俺も聞いててすっごい汗でが出たんですけど、いやいいんじゃないでしょうかね。これ僕はすごい面白く聞いてるんですけど、どうなんでしょうか、皆さんついてきてますでしょうか。タラちゃんとねイクラちゃんが砂場でただ遊んでるだけにしか、ごっこしてるだけみたいなしか見えないんですけども、いやこれいいですね、この息継ぐ間を与えずにやるっていう、魂吸い減ってる感じですね、はい、でもまあ次行くんですけども、さらにあるんですね、はい、じゃあですね、もう一丁行く前にですね、ほいほい、昨日時計台でファンクラブイベント我々ものもね、カバー曲も何曲かやりましたけども、はい、そのうちの1曲、RC サクセションのスローバラードを聴いていただきましょう。というわけで聴いていただきました、はい、RC サクセションでスローバラードでした。はい、ガラ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 練習してるから次に備えてる、うん。さてですね、まあ、引き続き古田ラオウの、はい、我が生涯日平の悔いなしのコーナーも続きます、はいはい、この怒涛のように呼んでいくというのは僕非常に気に入ったので、これをもう一個やっていただきます、はい、次はですね、魔王への生贄、魔王への生贄、はい、これはですね126話ですね、はい、雲の十座も結局死に、はい、あ亡くなった、あのラオウに倒され、あ倒され、ついに何とのショーが、隠れるあの、はい、なんか塔とかお城にラオウがついに迫るわけですよ。でそこにラオウがノリノリの時ですか。ラオウ超ノリノリです。もうすごい肩で風切る感じです。ラオウがね国王において、うん、そしてですねあれです、何との他の人たちはケンシロウを早くここに連れて行って、ユリアの元に早く連れて来させようみたいなんで、それでまあみんなあのラオウを足止めしてるんですけど、でケンシロウとケンシロウ間に合ったんですよ。でケンシロウとラオウがその一回戦うんですけど、はい、その二人の技がすごすぎてですね、その建物の床が崩れて、ラオウがこうバババババってこう下に落ちていく、うなそこにユリアがいたいてっていうシーンなんですよね。ラオウ的にはこうおすげえラッキーみたいな、サバボタンみたいな、そう、そこのシーンを再現していただきましょう、はい、完璧に再現してくれますので、あのもう今笑わないから、うん、笑うとこ一切ないので、はい、よろしくお願いします。ドーングハカーハーおーゴゴーズズンバキバキボークガガトズンユリアガラガラハーフフハハハ運は我にありフワハハハ、やはり天はこのラオウを望んでいるのだボゴーフハハハハパパドドンハイヤーパカラ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 いやもうシーンがねこうすごい今こう僕の頭の上にはこうすごいあのユリアをさらって国王号でですね去っていくあの誇らしげなラオウがね思い浮かびましたよ。大体笑ってましたね。ハハ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 
やー素晴らしい、みんなで讃えましょう。ラオウ様がおとりですよ。ふーたラオウ様が、いやー素晴らしい、はい、ありがとうございます。やっとねラオウが出てきましたね、はい、これが、うん、最後どうなるのか、ラオウが、ねね、どこまで行くのか、どこまで行くのか、うん、楽しみにしておいてください、はい、以上、いやお腹いっぱい、はい、お腹いっぱいのふーたラオウの我が生涯に一片の悔いなしのコーナーでした、はい、ケミックスを発信源にお送りしている宇宙音声から、こんばんは。もう一曲聴いていただきましょう、はい、ピーバインのラオウことフレディ、本名何でしたっけ、スネディコ、フレディ・スネディコ、はい、ね、ゲンジナガフレディです。ゲンジナガ、はい、名古屋と大阪東京の我々のツアーでもですね、はい、アンコールで登場していただきました、うん、すごい名曲ですよね。名曲です。これはあのお嬢さんとデュエットをしてる、うん、すげえいい曲です、うん、ありがとうというのを聴いてください。